はい、まあ、オリジナルコースがあるっていうこともそうなんですけど、東京エクスプレスウェイ、これは首都高ですね。首都高も走れちゃうんですね。いつもの風景。首都高嬉しいですね。嬉しいですよね。はい、あと、まあ、イギリスのサーキット、はい、ドイツのサーキット、はい、アメリカのサーキット、面白いですね。ねえ、アメリカのダートコース、土のコースまであるっていう、もう、はい、気が利いてますね。まあ、でも、ここは一回首都高を走らせてください。首都高で行きたいと思います。首都高で、わかりました、はい、我々日本人ですから。はい、さあ、車種がいっぱいありますね。はい、マツダロードスター、トヨタ、フォルクスワーゲンから、もうこちらの方にはですね、もうスポーツカーまでもすごい数の車があるんですけど、このブガッティっていう、はい、アルピーヌとブガッティっていうのは、はい、このゲームオリジナルの、このゲームのためだけに、すごい、開発チームが開発した車で、はい、このブガッティビジョングランツーリスモ GR1 っていう車はもう300キロぐらい出ちゃうらしくて、このゲームでしか乗れない、実在していない車なんですよ。どうします、車好きにはこれ、ね、オリジナルにするか。いや、ちょっと300キロだとちょっと自分コントロールしきれないので。そうかそうか。もうアルファロメオもあるし、やだ、乗りたい。トヨタもフェラーリもありますし、はい、シボレー、フォード、ジャガー、メルセデス・ベンツ、マクラーレン、どれにします？何でもありますね、本当に、はい、でもありますね。ここはちょっと独断と偏見で、はい、BMW M6 GT3、はい、選ばせていただきたいと思います、はい、これも速い車ですよ、はい、いいですよね、はい、このなんかかっこいいんでちょっと選ばせてもらいます。はい、じゃあいきたいと思います。今回は公平性を期すために、3人とも同じコースと同じ車種でこれで走っていただきます。うちさんかなり速いって聞いてるので、ゲームですもんね。私どうしようかなみたいな。ちょっと塚本さん、自分たち初心者なんでオートマになっちゃうんですけどいいですか？オートマで、私も初心者なので、オートマでお願いします。で、ドライビングアシスト選択なんですけど、はい、ちょっとこれはなしで、はい、行かせてもらいます、はい、ちょっとさっきドライビング、はい、ブレーキングシステムがあったら、はい、いいななんて言ってたんですけど、はい、ブレーキはちょっとやっぱなしで行きたいと思います。なしですか、はい、まあ、要は自分に合わせてるってことですね。そうです、はい、すいません、なんかもうちょっとわがままで話が違うじゃないですか。まさかの展開ですね。まさかですけど、いやでも頑張ります。はい、はい、アクセルを緩めたりブレーキを踏んだりして、はい、ちょっと減速してください。わかりました、アクセル踏んだりブレーキ踏んだりします。はい、まあでも先に宇治さんがやってくださるから、ちょっと見てみますね。はい、はいはい、お願いします。じゃあ実際に行きましょうか。はい、きっと楽しいオチが待ってると思うんですよね。期待ですね。なんか楽しみですね。期待してます。それじゃあ行きたいと思います。はい、ではタイムは1周回って時のタイムで競います。ここからがスタートですね。緑の三角は何ですか？そうそう、それ何ですか？これですね、はい、この緑のポイントに沿って進めば、はい、早いってことですかね。はい、コース取りのコースの取り方を教えてくれてますね。クリップもしアウトインアウトで、はい、はい、その三角を目指して運転していけば間違いない、はい、間違い上手に運転できるんです ね。なので、ひたすら緑を追っていきます。自分は緑を追って、なんか周りの建物とかも本当にリアルですよね。リアルですね。もう普段ここを通って富士スピードウェイとか鈴鹿サーキットに行くので、はい、なんかここ走れるっていうのが、まだこの車で走れるっていうのがすごいですね。そうですね。いや、実際には無理ですもんね、こういうレースで。だって実際にはだって他に走ってる車いますし、もう首都高独占ですよ。スピード違反でダメですもん。ダメです。そうですね、まずそこですね、はい、これはでも緑のガイドに沿っていけばいいから、すごい初心者でも楽に、そうですよね、はい、コース取りできます。一番いいのはぶつかっても壊れないんで、お金がかからないっていうのが。そうですね、怪我もしないですからね。そうなんです、間違いないです。ぶつかってもクラッシュしても0円、はい、そうなんです。さあ、そろそろ1周コースが終わるところですが、
さあラストスパートお願いします。さあ、あそこのゲート越えたら終わりですよ。でも腕がすごい、はい、出ました。上手ですよね。1分25秒。はい、すいません、はい、1分25秒616です。早い、はい、お疲れ様です。素晴らしい。全然ぶつかってなかったですよね。あ、安定感、安定感、はい、よかったです。ドヤ顔なんですけど、どうしますか。ありがとうございます。大人げない。じゃあ堀内さん、はい、1分25秒ですよね。はい、どうぞ、はい、お願いします。免許を持っていない。頑張りたいと思います。堀内さん、免許持ってないですよ。どうしよう。緑を目指していけばいいんですね。それじゃあ、あの、行っちゃいます。はい、さあ、アクセル準備大丈夫ですか。はい、はい、それでは、はい、もうアクセル踏んどいてください。はい、いいですか。はい、あ、でもでも全然スタートもスムーズでした。はい、ここからです。はい、ああ結構やっぱあのハンドルが、はい、はい、緑緑ですよね。緑のところを狙っていけばいいんですよね。あ、上手、はい、あ、でも結構安定してきた。本当ですか。はい、成長が早い。早い、さすがですね。あ、上手。でも、うん、本当にリアルだから、うん、本当にこう車を運転してる感覚というか味わえるのがやっぱり、あ、でも私全然緑のとこ通れてないんですけど大丈夫なんですかね。いや、でも緑にこだわりすぎるより、はい、あの自分のコース通りでなるべく緑を意識していくぐらいでいいと思います。なるほど。え、このヘッドランプの光る感じもすごいリアルですね。本当ですよね。あと、あの車体に光が反射するところだったりとか、もう全てがもうこれ実写ですよ。そうなんですよ。今回あのレンダリングエンジンっていうのを搭載してまして、はい、それでよりリアルな光を感じられるらしいんですよね。なるほどですね。はい、空めっちゃ綺麗です。ねえ、ね、青空。よそ見だよ。よそ見ちょっと安定が、はい、ちょっとよそ見運転やめてください。はい、あ、ダメですよね。はい、気をつけます。あ、どっかになんかあのすごい高層ビルが見えます。あの高層ビルとかこれ何ですかね。実際にありますもんね。ありますよね。あとボディに貼られてるこのステッカーってちょっとミラーになってるじゃないですか、うん、そこに映る景色がまた本当に本物と。なるほど。そういうところにやっぱり私たち車に詳しい人間は感動するんですよ。そうですよね、すごいリアリティ追求してますよね。まもなくゴールですよ。はい、さあ、どこに、お、リモンだけってな。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、お、360度、車、大丈夫ですか。油断しちゃった。あ、せっかくいいタイムだったんだけどな。はい、いや、でも大丈夫です、うん、はい、頑張ります。ここで、はい、OK、はい、じゃあ1分42秒ですかね。9、はい、987、はい、終わりです。987、いや、はい、1分42秒987です。悔しい、宇治さんには負けてしまいました。はい、というかもう、でもあれですけど最後クラッシュしてましたけど、はい、ではちょっと待ってください。あの、今日ヘルメットがないので調子が悪いかもしれない。あ、そういうこと。ヘルメットやめてください。あの、お顔を見せてください。あの、ちょっとね、映らない方がいいかな。マジな顔をするとね、はい、それではもう行っちゃいます。もう行っちゃいます。ちょっと待ってください、はい、シートポジションがよろしいですか。こだわるところがやっぱり違う。大丈夫です。シートポジションですって。なんか前にグランツーリスモの選手にお話を伺った時に、皆さん靴脱がれるんですよね。なんか、え、それ今言うんですか。靴脱いだ方がいいのかな。リアルにこう踏むためにみたいな。さあ、緑を目指すんですね。さあ、ここからスタートですね。もう首都高を走ったことが、でもすごい、やっぱりさすがすぎて、でも、あ、やっぱ緑のポイントをやっぱり、あの、やっぱ踏んでいきますね。なかなかクリップを取るのが難しいですね。もうだって200キロ近く出てますもんね、これ。すごい。あ、200キロ超えました。220キロ、230キロ、めっちゃ速い。すごい、いいスピード感、楽しいスピード感。やっぱうめえな。うまい。これはいいタイムで、あ、うまい。どうなんだろう。でもね、インターネット見てくださってる方はなんて思ってるのかな、大丈夫かな。いや、でもやっぱりファンの方としては、やっぱり走ってる時ってどうしてもそれこそヘルメットとかかぶってるから、はい、こういう実際、はい、ね、どういう表情してるのかちょっといいですよね、なんかね。この表情、皆さんしっかり見といてください、うん、いつも見れない。ちょっとモザイクないですか。モザイクは用意がございません。あ、でももうそろそろ、もう3分の2ぐらい走り終わってますね。お、あ、まだ1分。お、これはちょっと宇治さん、タイムがいい感じじゃないですか。おっと、おっと、ここはきついきつい。プロの実力を見せつけられるか。お、
もうちょっとです。緑、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 緑目指せが。緑目指せ。どうでしょう。20、21、22、23。お、お、1分23秒061。はい。というわけで、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうすればいいですか。OK ですよ。はい。塚本さんのタイムは。